アイスプレと申しまーす。ツイッターでね、なんか面白いゲームないかなっていうね、ちょっと相談したら、これやってみてくださいって教えていただいたのでね、これやってみたいと思います。タイタンハンターズ。結構ね、ツイッターでも紹介してる方が多かったので、知ってる方多いかと思うんだけど、ブロックチェーンゲームなんだけど、かなりクオリティが高いと。ちょっと期待の一品なのでね、やっていきたいと思います。はい、ということで始まりまーす。Welcome to the Titan Hunter's World Red Commander。この辺ね、もしね、知らないっていう方のために一応言っとくと、Android のスマホの場合、キャプチャーを取って、で、キャプチャーをね、翻訳って押せば、翻訳してくれます。まあ、もしね、ご存知ない方がいたら、まあ、試してみてください。こんな感じ。ちょっと画面横向きで申し訳ないけど、タイタンハンターズワールドへようこそ。始める前にいくつかのヒントを紹介しましょうと、こういった感じになってますと。で、こういう使い方ができますよと。で、スティックが左側にあるね。あ、別にどこでもいいんだ。画面どこでもいいから動くみたい。とりあえずなんかね、画面の上の方にびっくりマーク出てるんで、そっち行きたいと思います。はいはい、勝手になんか違う画面になったね。これはあなたのギアセットです。装備することによって、あなた自身を強化してください。ああ、装備だ。ここをポチッと押すよーと。で、Choose and press equipped to use。Equipped。なんだろう、Equip。で、次、バッテンを押してよーと。なんか帽子をかぶりましたよーと。はいはい。こうやって装備していくんだね。で、左側はボムだよーと。ボムとなんか銃っぽいやつ、今手に持ってるやつが多分そうだね。あとはなんか特にできそうなところもないかな。あ、一応動く、一応動くね。ちょっと可愛いね、やっぱこのゲームのこのキャラクターね。で、Now you can proceed to the portal to start your battle。バトルを開始できるよと。なんか矢印の方向行ってみようか。ここでバトルを開始できますよと。はい、行きます。これ左上にさ、線って書いてあるのが多分なんかお金っぽいやつだよね。ゲーム内トークンかなんかのかな。で、右側が25分の25だから、これがスタミナだよね。で、真ん中レベル20、なんだろうね、レベルレングス20、レベル20高いぞレベル。お、なんかそういやさっきからさ、効果音は鳴ってるけど BGM なかったね。はい、なんか来た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 よ。何すんの、どこ行くの。攻撃は攻撃、停止したら攻撃か。で、停止したら勝手に攻撃してくれる。で、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 うーちょ、はいはい。おー、これね、このふわっと出てくる感じ、ツイッターでね、見た感じですね。はいはいはい。で、止まっといたら攻撃してくれて、止まりすぎると、あ、で、遮蔽物があるんだ。止まりすぎると敵さんの攻撃を食らっちゃうと。で、これ回収は回収。うわ、ちょちょちょ、あ、敵を全滅させたら勝手に回収してくれんのね。オッケーオッケー。で、なんかこの辺に宝箱とかあったりはしないのかな。しないっぽいね。これさ、癖でさ、このスティック左側のこの辺にしちゃうけど、別にさ、どこでもいいんだよね。で、次この右下のボム使いましょう。ボム、敵さん出てきます。出てきたらそっちに向かってボム。あれ、おーい、すげえ。でもこれ自分ダメージ食らってないよね。うわ、ちょちょ、くらったくらったくらった。オッケー。 HP が上のバーで、下があれだね、攻撃のクールダウンだね。え、ちょ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 、止まらなきゃ打たないのね。止まらなきゃ打たない。やべえ、囲ま、え、やっぱ敵に触れたらダメージだね。オッケーオッケー。よしよし、クールダウン、クールダウン、クールダウン大事、クールダウン大事。この辺は別に壊れないよと。で、ボムだね、ボム。ボムの使い、おお、なんだね、なんだね。
ボスだって、ボス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 、はいはい、ボスに向けて爆弾ドーン。これボスはさ、攻撃というよりも単純に体当たりしてくるだけかな。ちょっとこのザコさんが鬱陶しいので、ザコさん先行きます。オッケー、ザコ倒した。でボスの体力ゲージはまあ減ってるし問題ないよね。はいはいはい、3発撃って逃げるぐらいかな。あ、止まった、ボスさん。何何何何、なんで止まった。で爆弾いきます。はいドーン、爆弾強いね。はい1,2,3,4,5、いや5位、無理だね、4だね。1,2,3,4,4でギリ。1,2,3,4、3でした。はい1,2,2だ、2だ2だ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと離れて、うん、ちょっと離れて4発ぐらいと。で体当たりしかしてこないのね。これはまあボスによるんだろうけど、とりあえずはこんな感じだ。でこの銃のクールダウンは結構数打たないとクールダウン発生しないね。なになになに、爆弾投げとくよ。ういういおー、クリアーでいいんだよね、多分ね、多分クリアだね。え、あ、何、ただの中ボス今の。結構緊張したのに、ただの中ボス、あ、ただの中ボスっぽいね。爆弾最後いらなかったんだ。はい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 、あ、なんか迷路みたいになってる。おー、遮蔽物ナイスだ。これこっちが攻撃できるけど向こうは遮蔽物で攻撃できない？わあ、違う違う違う、突き抜けた突き抜けた。オッケー、遮蔽物突き抜けてくるね。さあでは次は、まあ、ちょっとずつ、ちょ、お、なになになに、あ、レーザー光線みたいな撃ってきた。あー、ちょっとクールタイム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 、クール、オッケー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 、いけるいけるいける。いや怖ー、何あのレーザー、すげえすげえ。ていうかさ、これブロックチェーンゲームこんなクオリティ高いのやっぱ出てんだね。よいしょ、はいドーン、はい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 、オッケー、あと1体、あ2体だわ。オッケー、クリアー。さあ次行きまーす。難易度上がってきたりすんのかな。おお、じゃあレーザー来るよ、レーザー来るよ。で、あ、遮蔽物高さによって攻撃できたりできなかったりするんだ。面白い面白い。あ、で遮蔽物が殴りまくると壊れるね。あれ壊れてないかな、どうだろう。オッケー、クリアー。すごいねー、このクオリティを。おわ、なに、ボスだよ、え、ボス、うわ、いった、ちょっと待って、今のはないでしょ。やばい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 、ちょっと待ってちょっと待って、やばい、かなりやばいかなりやばい。あ、ちょっと、この白いの攻撃だったのか。はあ、そういうことね。でしょっぱな死んじゃったよ。でこのなんかルビーみたいなの使うと生き返るよと。一回死んでみよう。レベル10になりました。なんか拾ったよと、なんかコインとルビーみたいなのなんか拾ったね。これね、左上のこのコインみたいなのを拾ったよと。これでなんかできるよと。結構いろんなものあるね。お、なんかあるよ。クラフティング。あ、ここでさっき拾った水晶みたいなの使うんだ。へえ。あ、で、あ、なんかレアリティっぽいものがあるね。ガチャみたいなもんこれ。じゃあちょっと、もう一回、さっきのボスのとこまで行けるかね、行ってみましょう。あ、で、ボスでーす。うわー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。さっきボスこんな動きしてた？
何、初心者用でだったの、さっきのボスさん。さっきこんな直線的な動きしてないよね。待って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 、回復させて、回復、回復ないのかな。円の動きね、円の動き、こういう時はね、もう円の動きしてたら大体問題ないから。はーい、トン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 、あと1回ぐらいかな。はい、オッケー、クリアー。 HP 回復が、 HP の回復がないんだね。あ、回復した、よかったよかった。34になった、34になった。オッケーオッケーオッケー、回復でーす、回復しました。ねえ、明らかにステージが変わってんだけど。うわーって、待って待って、無理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 。よいしょよいしょ、さっきよりステージが難しくなってる気がする。レベルに合わせてなんか変わんの。ちょ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 、はい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 、オッケーオッケー、ちょっとずつ行こう、ちょっとずつ、ちょっとちょっとずつ HP 削られるのちょっと痛いけど、ふう、オッケー、 HP4 でございます。まだ生きてる、まだ生きてる、頑張ってる頑張ってる。オッケー、じゃあ次もうボームボーイ。いやー、めっちゃ笑われた。よし、ちょっとね、あれレベル下がった、ビクトリーレベル9、さっきレベル10じゃなかったっけ、なんか違うのかな。ちょっと油断してさ、ボケっと見てると、ちょっと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 、今のは下手すぎるよ、今のは下手すぎるよ。 OK、 とりあえず、クリアしたけど HP だいぶ削られちゃった。なになに、矢印出てる、矢印出てる。おー、ちょっと待って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 、やばい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 、なになになに、なんかなんかすげえことになってんだけど、なんかすげえことになってんだけど、なに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 、あれ、おーしょっと、なに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 、なんかなんかさ、なんかさ、レーザーすげえ遠くから狙われてるからちょっと大変。おお、飛んできたー。よし、で近づいて、あとはもうレーザーを避けながら、オッケー、クリアー。でこれさっきさ踏んだらなんかビヨンって出てたけど、一回で終わりか。これなんか矢印のところは踏んだらなんかギミック出るってことね。オッケーオッケー、はい、ボスでーす。レアだって。おお、ちょ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 、危ない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 。え、ちょっと待って、当たった、今なんか当たったの。オッケー、あー、ちょっと待って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 、痛い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 、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、避けんのめっちゃ大変。あー、何このシューティング感。うわー、レアボス、ちょっと一回使おうか。レアボスだってなんかいい、いいボスなの。あー、いやーでもねー、ちょっとねー、ちょっとさ、このどこに攻撃するよっていう、これ慣れなきゃね。はい、どーん。よいしょ。このさ、復活でこのアイテム使ってると多分すぐ消えてなくなるんだろうね。これ気をつけないとね。よし、クリアいけるっぽい。オッケー、いけたー。いやー、ちょっと待って。よし、レアクリスタルもらった。レアボスだからもうここまでくりゃね。レベル、あ、レベル右上に書いてあるのさ。おお、危ない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 。わあ、ちょっと待って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 、そう、ちょ、レーザー多い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 、え、ちょっと待ってね、画面がね、画面がね、おお、危ない危ない危ない、落ちるとこだった。危ない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 。何喋ってたっけ、ちょっと何喋ってたか忘れちゃった。とりあえずね、うお、待て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 、ちょっと待って、これちょっと待って、画面がさ変なことになる。
ああ危ない危ない、ちょっと画面やばいねこれ。オッケー、いやーちょっと HP だいぶ減っちゃった。で右上右上レベル20分の15って、これステージのレベルかな。ステージいくつまで進みましたよってことね。でエリートボスだって。クールダウンクールダウン、オッケー、いったかな、いった、オッケー。あーなかなか怖かったね。あで待って、またレアクリスタルもらった。 HP ボス倒したから回復してくれてる。いやよかったよかった、42になってるね HP ね。でおお、なに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 、隠れてたよ隠れてたよ。そんなあのそのコンテナみたいなところから、いたいた、ちょっと待って、ちょっと待って、あやばい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 、あーはーい、レベル17までいけるようになりましたよということで、今日は一旦この辺で区切りにしたいと思います。これ面白いね。っていうかさ、これさブロックチェーンゲームなの？とりあえず今のところね、オフチェーンというか、まあ普通のゲームとね変わらない、まあ、クオリティ高いね。当たり判定とかに違和感なかったんで、まあ相当ねうまいことできてるんだと思います。でこの後なんですが、まあ、画面見てもらってる通りデイリーの報酬なんかもらいながら、とりあえずねこのクラフト1個できるまで次回ねやっていきます。あでね、ボスのランクとかちょっとわからないことが多いので、まああんまりネタバレしすぎない程度に教えていただけるとありがたいです。まあちょっとね楽しんでやっていきますので、ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。スピルでした。またねー。